メルマガ読者様からの質問です。アウトサイドインの軌道が直らず、いつもスライスばかりしてしまいます。なかなか練習場に行けないので、家でできる練習方法があったら教えてください、という質問をいただきました。それでは竹内プロ、この質問に対してレッスンをお願いします。皆さんこんにちは。本日はアウトサイドインまたはインサイドアウトにどうしてもスイングがなってしまう方に、自宅で練習ができる方法をご紹介します。まずこのようにクラブでも何でも結構です、棒を持ってみてください。このようにおへその前で構えて、この先っぽをこのようにぐるぐると回してみてください。この時ポイントになるのは、手の位置がなるべく変わらないように意識してください。ここで腕がこのように回ってしまったり、手の位置がこのように変わってしまうと全然意味がありませんので、このポイントは押さえておいてください。このように脇が軽く締まっている状態で、手首だけをこのように回してみます。また反対も回してみます。アウトサイドインになっている方というのは、こっちに回すときにですね、時計回りに回すときに、何かこの辺で右の手首に違和感を感じると思います。こうなってしまったり、このようになってしまうといけませんので、脇を締めた状態でこの時計回りにヘッド先っぽを回してみてください。これが違和感なくなるまで毎日10回で結構です。このように動かす練習をしてください。何もない方は何も持たずに、このようにして手首をこのように回す、これだけで結構です。これが違和感がなくなってくると、このバックスイングからダウンスイングの時に右の手首の角度をキープした状態でダウンスイングすることができ、アウトサイドインというスイング軌道を修正することができます。また逆にインサイドアウトになってしまう方っていうのも同じです。この回り方を逆にするだけです。この動きをスムーズに行うようにすることで、インサイドアウトのスイングが修正されます。ぜひ一度自宅で練習をしてみてください。以上で本日のレッスンを終わります。